場下りとなりそうです。ゆっくりとインへ1号艇馬場よしや、アシアは SG 初出場で V ゴールを飾ったメモリアルプール。さあ高枠から行きます。2コースに2号艇のミネルーター、大得意のプール、アシアパワー味方につけド派手に突き抜けますか。大会連覇かけ、まずここ3コース乗りやすさ十分あるモーターで挑みます。3号艇池田浩司、4コース稼働、先月地元福岡で G1 初制覇。さあ貪欲に SG も手に入れたい。まず角から行く4号艇前田翔太、5コース大好きな足屋で目指すは SG 初輸出、5号艇小野聖奈、大外予選ラスト気合の勝利でボーダー超えてきました。6号艇畑英吾、3対3、1番2番3番4番5番6番の並び、スタートしました。準優勝戦の第11レース1番3番4番と出ていきます。さあ1枠の後方戦、逃げる1号艇の馬場吉也、3号艇の池田浩司がまくる、刺す2号艇の峰龍太、向こう正面は1号艇の馬場が前、スタートは前提正常でした。先頭は1号艇の馬場吉也、2番手が競り合い、2号艇峰と3号艇の池田、2マークトップ1号艇の馬場が折り返した後、2番手4号艇の前田翔太が先取って回ってきた、刺した2号艇の峰、外は3号艇の池田、2番手競り合いは2号艇の峰と3号艇の池田、レースは2周目です。外目から出ていこうと3号艇の池田、内側から粘る2号艇の峰、優出権かかった2着の競り合いは2号艇の峰が先回る、外は3号艇の池田、2号艇峰が振り切っています。2番手をリード、少し水がいた3号艇の池田、3番手トップ体型は1番2番3番です。先頭はリードを奪っている1号艇の馬場よしや、大会連覇かけ、さあ今年も優勝できそう。3番手が3号艇池田浩司、1、2、3、この決着3連単 4.8 倍、人気サイドの決着第11レース、先頭は1号艇の馬場よしや、2番手が2号艇の峰龍太、3番手3号艇の池田浩司と折り返して第11レースまもなくゴール。先頭1番五輪、2番五輪、3番五輪、4番5番